おはようからお休みまでとか、まあ、全部いろんなの覚えました。懐かしいですね。古田ちゃんぐらいまであったんだね、はい、からね。僕らもう枠穴で大体5年ぐらい過ごしたもんね、僕はこういうほのぼのとした話をし始めるとすぐ VTR に出てそうだ、ね、非常な TBS ですけどもね。まだ相当時間余ってんだろ。ねえ、まだじゃないですか。どここれね、ちょっと PA をほら女オペレーターの人たちのほらあらの PA とかよく聞こえないよ。全体的に死亡これが特典。そして男女記号で最後無限、はいはい、ここから始まるんです弁慶詩は。あ死にそうよ。なんで弁慶詩も抜いてなかったのかな。弁慶詩が昭和38年ですから、ですから僕が9歳くらいですと、ね、入社した年なんだ。あだから一番忙しかったです、そうかもしれないね。僕も昭和52年入って1、2年の時って全然テレビ見てない。そうでしょ。取材行け練習だって。そんなことしちゃいけない。先輩自直のテレビ見てないもん ね。男の子にキスされたの初めて。分かったよ。光栄だな。おやすみ。あこういうあのやっぱり石物っていうんですかね、うん、あのお医者さんものでやっぱりこうヒューマンタッチのドラマっていうのは当時はやっぱり結構当時あの TBS に対する電話なんかでも視聴者の方々からの弁慶詩に見てもらいたいけどどうしたらいいっていうのがあったりね。テレビとかなりこう混同してたっていう時代かもしれませんね。でもね最近 の、アメリカ人は日本が上手くなったっていうその機会を見ながら ね、で僕はこの当時マセクレ帰っておりましてね、今だから言えるんですけどね弁慶詩あんまり好きじゃない点があったんです、ものすごく毛深くて腕がああいうお医者さんだって手術してもらったら怖いだろうなとかね見てもらうからものすごく毛深い。弁慶詩さんと目が奥に引っ張ってますでしょ、眉毛から瞳なんです、目なんです。はだから眉と目の間にまぶたがあんまり見えないっていうのがね、ずっとなんだろうこの人はって見てました。すごい観察力だね。観察力偉くないんですけど。いやだけどねそういうところに気がついてるところがやっぱり今日の古舘伊知郎に結びついてるわけですよ、ね、そういうことをね素直に褒めてくださるところに徳さんの器があると思う。いやいやそんな器は何もないけどね。じゃあ2位行こう。2位行きましょうか、はい、さあ 50.8 この第19回輝く日本レコード大賞昭和52年あそうか前世紀こういうのも入ってるんだこ の、 あのベスト10の中にはね。そうかそうか。徳さんはあの日テレだったから歌謡大賞でよくね。歌謡大賞は担当しましたけどもね。徳さんの声を聞いて僕はね、勉強になりました。あの当時あれはねあの日本テレビの場合には輝けっていうのが頭にですよ、TBS の場合は輝くなんだよな、ね、でテレ朝どうしたと思います。えあなたが選ぶんだった全日本歌謡選抜みんな各局国草でダブんだよ、ねでこれはもう TBS が独占ですからね、大使は。そうです ね、 ねこのくらいの数字取って不思議ない時代でご覧いただきましょう、誰が取った時ですかねこれは。レコード大賞第19回輝く日本レコード大賞夢はその先生はすごい秋クラキン大放送ね、そうだね、出てました。やっぱり三人娘の方なんですね。そうですね、サントリオ、岩崎くんさん、彼女が新人賞の頃かな、あ、そうですね、津軽海峡の頃か。あー、この間ユミルさん、テレビのモノマネ大賞を見てください。本物なんですけどね。あ、ジュリアさんが撮った。勝手に仕上がれか。この年はね、確か歌謡大賞も沢田研二さんが撮ったんじゃないかなと思うんですけどね。あ、独占の時代ですからね。もうやっぱり歌謡界の中にあって、それまでは割と演歌が強かったっていう時に、やっぱり沢田研二さん独特のやっぱりその音楽っていうんですかね、それがドカーンとこう出てきた時じゃないかなと思いますけどね。なるほどね。こうなると古田ちゃん1位は何か